全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、社会保険労務士の山崎です。目覚ましテレビで今日の運勢の占いをやっていました。僕は占いを信じないタイプで、占いが始まった瞬間毎回チャンネルを変えます。理由はその結果に縛られてしまうからなんです。僕はお羊座なのですが、テレビでごめんなさい、今日の最下位の運勢はお羊座ですと言われると、その日悪いことばかり気になってしまうんです。電車に乗り遅れたり、頭痛がしたり、腰が痛かったり、こういう悪い部分ばかり目がいってしまい、やっぱり占いの通りだと考えてしまうんです。仮に今日の運勢の一番いいのはお羊座ですと言った場合でも、悪いことは起こります。でもそんなに気になりません。むしろ良いところに目が行きます。牛丼の卵の無料券をもらえたり、信号に一回も捕まらなかったなどの良いことにいっぱい気がつくことができます。つまり占いの結果にその日は左右されてしまうんですね。最下位になった日にはその日は最悪になるので、だったらチャンネルを変えて見ないことが一番いいんです。がしかし、彼女が目覚ましテレビのファンなので、毎回テレビをつけます。占いが放映されている時はその部屋からサササッと逃げます。でもいつも逃げられるわけではありません。油断をしていると占いが耳に入ってきてしまうんです。そんな時の結果は最悪の最下位。結果が最下位でも一応対応策を教えてくれます。そうです、ラッキーアイテムです。その日のラッキーアイテムは透明な傘でした。透明な傘、そうです、ベニール傘ですね。でもその日は秋晴れ、傘の出番は全くありません。占いの結果を知ってしまい、ラッキーアイテムまで教えてもらいましたので、これはビニール傘を持たざるを得ません。占いの結果に左右されてしまうのなら、ビニール傘を持っていれば気休めになるかなと思ったのですがね。でも外に出れば誰一人として傘を持っていないんです。ビニール傘が邪魔で邪魔で仕方がなかったんです。一日を終えた頃にはビニール傘のせいで疲労困憊。何がラッキーアイテムだ。その日を振り返ってみれば、特にいつもと変わらない日でした。ビニール傘を除けば、もう何が正しいのかよくわかりません。占いという情報に振り回されてしまっていませんか。障害年金も同じことが言えると思います。ネットでいろいろと調べると、障害年金の情報が溢れていて、あなたは混乱していませんか。間違った情報に踊らされてしまい、いつしか自分が障害年金を受給できないと思い込んでいませんか。今なら障害年金の無料判定を実施していますので、お気軽にお問い合わせください。すぐに結果が出ます。もうあなたは間違った情報に振り回される必要はないんです。あなたからのご連絡をお待ちしています。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、動画のリンク先から判定を申し込みください。